お嬢です。ということで本日はですね、うち明日から東京の遠征行くんですけど、パッキングをしていこう。パッキング動画です。最近その今回の遠征に向けてもういろいろ準備してて、もうパッキングどころじゃなかったから、もうほんと前日ギリギリになっちゃったんですけど、じゃーん、板場です。板場かわいい。今回ね、その配給のイベントにうち行くんですけど、そのイベントに向けてね、板場とかいろいろ衣装とかもね準備してて、ちょっとマジで大変でした。まずどれから行こうかな。あ、ちなみにね、見てください。じゃーん、キャリーケースをね、買い替えまして、旅行にハマったんですよ。遠征きっかけに、いろんな地方に旅行するのすごいハマっちゃって。なんで、これからね、ちょっといっぱい遠征するかなと思って、これアマゾンかな？アマゾンで確か買ったかと、これの機能がすごいいいんです。ここね、ここ。ここ開けるから、例えば新幹線とか乗った時に、その目の前にキャリーケースを置いて座るじゃないですか。その時にさ、やっぱりキャリーケースに何か、入れたものとか取りたい時に、ここに入れとけばさ、ほら、いちいちこうでっかくバーって、開けんでも広げんでも、ここをちょっと開けるだけで荷物が取れるって感じ。だから、その充電器とかさ、とっさに取りたいものとか、ここに入れれる仕様になってるのがとっても便利で、素晴らしいです。あと、なんといってもね、これを買った決め手というかね、まあ、これも付いてるのもあるんですけど、あれどこだ？どうですか？これです、これこれ。はい、じゃん！ドリンクホルダーが付いてるんですよ。だから、キャリーケースで、こう、荷物ね、運びながら、ここにドリンクも挿してこぼれないみたいな。めっちゃ便利だなと思って。うち今まで、ショルダーバッグに突っ込んでたの。スタバとかを突っ込んで、一時的に入れてて、後で実はこぼれてたみたいな、そんな、いろいろあったんですけど。だから、これからはこれがあるということでね、もうスタバ頼み放題ですね。そんなスタバは普段飲まないんですけど。はい、キャリーケースが素晴らしいという話でした。あ、じゃあ、じゃじゃーん、これ。待って、今やりてるんですけど。あ、ハサミ、歯磨きの、これ、ケースなんですけどね。この中に、歯ブラシ2本、なんでか2本と、舌ブラシと、舌ブラシクリーナーと、おまけみたいな感じの歯磨き粉。このケースもシーンで買ったかな。シーンでね、そのトラベルグッズみたいなのをめっちゃ買いあさって、遠征ってマジでさ、荷物ごちゃごちゃになるから、マジでまとめるグッズとかをいろんなサイトとかでいっぱい買っといた方がいいですよ。まあ、洗面台用品とかだね。で、このポーチ、中に入ってるんですけど、この中には、まあ、くしと、あとこれ、クレンジングのやつ、化粧落としたりとか洗顔のやつ。じゃーん、こんな感じで、なんか小分けにね、なんかいろいろ詰めてると思うんですけど、これは何かっていうとね、まずこれがセットする時のヘアオイル、シャンプー、これがリンス、違う入れ物になるんですけど、これが、化粧水と化粧乳液です。こんな感じで小分けにしてね、ちょっといろいろ入れてるんですけど、やっぱり化粧水とか乳液とかオイルだったりとかって結構もうでかいじゃん。なんかもうペットボトル1本分並みぐらいあるじゃん。なんか結局でも2、3泊とか、その旅行とかで使う量ってたかが知れてるじゃないですか。ってなった時に、やっぱりね、小分けにして持ってったらマジで、少ない。マジで少なくなるから、ほんまにおすすめです。このボトルとかは全然100均とかに売ってるやつで、こっちの入れ物、これもシーンなんですけど、遠征行く人はマジでこれ買って小分けした方がいい。あとこのシャンプーとリンスなんですけど、持って行った方がいいんですよ、マジで。シャンプーとリンスって。ホテルとかに大体その付属してるじゃないですか、シャンプーとかリンスって。あれね、ほんまに傷むんですよ、髪の毛が。いいホテルとかじゃないと、基本的には安物じゃないですか。だから、ほんまにぎっしぎしになるんですよ、旅行先で。せっかくの旅行先で。なんで、マジでその旅行行く際は、自分の家のね、シャンプーとかリンス詰めて持っていくのマジで勧めるうち。ほんまに。ってな感じで、洗面台に使う系のポーチでしょ？で、あとはね、この中には、あとまあちょっともう見せれないんですけど、非常用の下着なるものを入れております。使い捨て下着ってあるじゃないですか、非常用のね。それをうち、なんか5個セットとかで売ってるやつを買って、この中に入れております。あとタオル、1、2、3、4個。うち、こっちの予備用には4枚入れてます。それと別で1、2枚は別のカバンに入れようと思ってて。で、あとこの中には、これだ、パジャマ、T シャツとズボンを入れてます。とりあえずこれが1つ。入れる人いないよね。思った。普通は寝かせるんですよね。分かってましたよ。最初から分かってました。よいしょ。あとね、これ、こちら。靴です、靴。配給のイベントの時に履きたい。ほら、見て、可愛くない？待って、見て、ほら、見て。こだわりなんですけど、
見て、このクロックスにハイキュー819ハイキューって感じで、この靴を別で持っていきます。これも入れるでしょ。え、待って、これだけでめっちゃパンパンなんだけど大丈夫かな。うち、え、もっとありますけど。え、やばいやばいやばい。他にもさ、荷物あったはずなんだけど、なんか全然ない。神隠し神隠し。あれ、待って、準備してたやつがなくない。はぁ、おもろいな、人生おもろいことばっかやで。はぁ、待って、え、うちの服どこ行った。ふっふっ、よーっと、よーっぽん。はっ、悪ふざけが過ぎるぜ。はっはっはっ。 あのうちさ、もう詰めてたわ。詰めてました、ここにね。なんでないか不思議だったけど、ありました、ここ。ヤッホー。はい、この中には何日目かの服を入れております。で、このケースがね、マジでいい。これもまたシーンで買ったやつなんですけど、入れ物類をめちゃくちゃまとめて1000円とかかな、お手頃価格で買えるんで、ほんまにこれ買ってほしいです。もうベルトとかあるからさ、めちゃくちゃキュッて収納できるし。やばいって、マジでパンパンなんやけど、どうする。死で償うか。死で償え。じゃあとりあえず、まあ入れるもんないんで、板場突っ込んでいきたいと思います。板場の中にもちょっと入れてて、はい、これ。これマジで可愛くない？これ公式さんから発売されてるアクスタケースなんですけど、この中にね、多分今回使わないと思うんですけど、アカシのね、アクスタを、まあ全然3個ぐらいだけ入れてる。ね、アカシのね、これ、フィギュアなんですけど、よく頭部が取れるんですよね、これ。はい。これもまあ、なんかあった時のために、まあ、イベント用という手で持っていきます。何かあった時のために一応、金ブレ。で、これをまあ、突っ込んでいきたいと思います。ダバって絶対最後上に置いた方がいいよね。ね。ね。わかる？うちも思った。ちょっとやっぱ、後で入れます。代わりと言ってはなんですが、次は、じゃん、クリエイターのジュリアンちゃんとも遊ぶ約束をしてるんですけど、うちほら中野リノが好きじゃないですか。で、ジュリアンちゃん中野一華が好きなんですよ。だからそのお互いのダブルデートをしようっていう約束をしてるので、ちょっと今回はニノちゃんのグッズをまとめてきました。このケースにね、もうパンパンに詰めてるんだけど、厳選した中野リノフィギュアが3つございまして、かわいいよね。これ無料で見せていいものか、ちょっとうちじゃ判断できないから、ちょっと一旦みんな息止めてもらっていい？息止めてもらっていい？かわいい。もう見せませんけど、見ました？今の水着の光沢感。やばいですよね。え、職人の賜物ですよね。やばいよね。え、やばい。なんかそんな人類、これを作成する、ね、子孫になんか見つけたいよね。あと、まあ、アクスタ類。これも厳選したんですよ。はい、このニノちゃん、ね。計、1,2,3,4,5,6,7,8。8人でしたね。かわいいでしょ。あとは、このね、ポーチの中に、中野いちかちゃんのグッズをね、あって、これをジュリアンちゃんに託したいと思います。今回のデートの時にね、机に置こうと思って。中野にの大明神様を司っております。まあ、これもどこで使うかわからないんですけど、ニノちゃんのタオル。こちら。かわいい。待って、待って、かわいい。待って、かわいい、かわいい。見て、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 見て。もしうちがなんかね、独り立ちというか別れを告げて、なんかそのバスとかに乗るときは、うちの知り合いの方は全員このタオルを持って追いかけてください。バスを、行ってらっしゃい、帰ってくんなよ、頑張れよっつって、もう10人ぐらいがこれやってくれたうち満面の笑みで、さらば日本ってなるかも。いや、絶対使いできないよね。分かってる、分かってるんだけど、持ってきますよ。はい、こちらを入れます。いや、あとはあれですね、ヘアアイロンとか。じゃん！これは、下着と靴下類で、このケースもね、シーンで買ったんだけど、めっちゃ良くて、もう、買ってください、全人類。靴下と、下着、全部まとめて、ここに詰めてんですよ。あと、こちらも、じゃん！着替えの服なんですけど、これも、これにね、ちょっと、まだ入れたいものがあって、じゃん！これ、ハッピーです！イベントで着ます！僕ね、見て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 、赤足書いてみた。これ全部ね、下書きなしの一発書きで書いてみたんですよ。天才じゃない？うち。マジで。かわいいよ、ここ見て。かわいくない？ひなガラスと、研磨猫。で、表面はもう完成してるんですけど、こっちの裏ですね。裏。全く何も書いてないの、現時点で。これができ次第、ここに入れて、これをこのキャリーケースに突っ込みたいなと思ってます。あと、当日は、このキャリーとは別でね、このカバン。をショルダーで下げて、この中にもいろいろ突っ込んでるんですよね。まあ非常用のアクセサリー類、鏡、タオル1枚と、あとこれ
これもね今回初導入した、さっきの下着入れてたやつと似たようなやつで、これもシーンで買ったやつなんですけど、これめっちゃコンパクトにまとめれて、モバイルバッテリーとかで、ここ充電器とかモバイルバッテリーの線とかで、まだここに入れてないですけど、イヤホンとかも入れようと思って、スマホとかで緊急ですぐ使いたいなってやつをこうやってこんな感じでね、めっちゃコンパクトにまとめられるっていうやつなんで、めっちゃおすすめ。いろいろカラコンとかゴムとかをまとめてるポーチ、あとはまあここに入れてないですけど財布とかで、以上かなって感じで、これをねキャリーと別で持っていく予定です。あとね、ありました、目の前に。まだ入れなきゃいけない、じゃじゃーん、じゃーん、このラーメンとか、あの、なんですか、食料は持っていこうと思ってて、まあ、あっちで買えるじゃないですか、全然コンビニとかで。なんで買うかっていうと、マジ遠征先ってもういろんなとこうろつくじゃないですか、重い荷物持ってね。だからその時もう体力マジでもうないのよ。そこからコンビニ買いに行ったりとかっていうのが本当にだるいんよ。だから事前に買っといてさ、この荷物の中に入れとけば、すぐもうホテル着いてお湯入れて食べて寝るっていうのが、あの、できる。ちょっとしたちまちました食費を抑えるために、今回スーパーで、あの、カップ麺、安いの買ってきました。ちょっとそれこそうち本当に一人遠征だからできることだからね。これもし友達と一緒にさ、遠征するってなった時に、私ちょっと緊急だからカップ麺買い込んだんだ、一緒に食べようぜとか言ったら、多分あの、友達普通に引くと思うんですよ。え？私と行くのに、ご飯カップ麺ってなると思うんで、もし一人で、マジで何のご飯でもいいわ。とりあえず抑えたいわって人だけ買ってください、ね。で、これを突っ込みます。まあ、言うてうち結構もうパンパンなとこあるから、本当に隙間に突っ込めって感じで。で、ほら、食べたらさ、あっちで捨てるから、帰りには隙間が空くから。あ、もう、板場入れます。待って、これ閉まるか心配になってきた。お、待って、いけるかも。いや、いける。で、とりあえず、はい、終わりです。これで多分、もう、荷物。あ、待って、さっきのカバンにまだ入れてないポーチあって、消臭スプレーとか、シートとか、そういうのを入れてるポーチ。こっちの別カバンに入れます。あと、めっちゃ忘れてたんですけど、メイクポーチがあります。明らかね、突っ込めないですね、これ。裏技を使いたいと思います。旅行してる人ならみんな知ってると思うんですけど、そのキャリー向けの、そういうカバンがあるんですよ。あの、全然落ちないみたいな。ずれない。あの、その棒に引っ掛けられるカバンっていうか、今回ちょっと荷物多くなるかなと思って事前に買っときました。ほら、穴開いてるじゃないですか。刺せるのよ。だからこの、ここにキャリーの持つ部分刺して、だからここにうち化粧品入れていこうかな。鏡も入れて、これ撮影する棒。イベント当日にもしかしたら使うかもしれない黄色い紐。この中に入れて、おいおい、まさかの終わり？待ってよ。マジで？あとじゃん。これは、あの、配給のイベントにつけていくネクタイでーす。これ持っていかなきゃじゃん。うぃ。俺は上司だぜ。ほ、あ、閉まりました。人類閉まりました。待って、マジで無理。重い、私にはまだこのステージより早かったか。ガチで行くわ。よっしゃい。あ、ここにもね、詰めないとじゃん。何詰めようかな。ここ、水とか入れれんのかな。あ、待って。水、詰めれますわ、ここ。なんやかんや、詰めれるかもしれない。まあ、でも入れんか。はい、ということで、無事にパッキング、まあ、ちょっとまだ終わってないですけど、終わりました一応。よかったよかったよ、これで出発できるよ。よかったらね、あの、一人旅行とか遠征する人はぜひ参考にしてみてください。ということで、こちらの動画いいと思ったらグッドボタン、こちらの動画悪いと思ったら低評価、あとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。お登場でした。バイバーイ。次の動画もお楽しみに。